はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日は2022年の10月1日なんですけれども、次期出るであろう40系のアルファードベルファイア、来年のゴールデンウィーク明けに発表じゃないかというふうに噂されてますが、そうなるとね、あと7ヶ月ほどです。それと同時に注文開始するかどうかはね、はっきり分かってないんですけれども、あとね、半年や7ヶ月なんてね、あっという間に過ぎてしまうので、できるだけね、さっさと注文して、さっさとね、納車してもらうために、ある程度のことはね、決めておこうかなと思います。グレードとか装備品ですね。その辺はね、今回、私なりなんですけれども、動画でいろいろとお伝えしてみようかなと思います。まずは、ボディの色の方なんですけれども、このベルファイアと同じ、もし202ブラックというのがあれば、またそれをね、選んでいこうかなと思ってます。パールホワイトかね、ブラック、202ブラックのね、どっちかしかないんですけれどもね、選ぶとすればそのうちのどちらかなんですが、ちょっとね、やっぱりここ最近ずっと黒い車ばかりを買ってきて、汚れが目立つなというのはね、あるんですよね。この車も先週の日曜日に洗車してるんですけれども、結構汚れてますね。雨でも降ったんかって感じなんですけれども、割と汚れてます。で、汚れが目立つ、それがね、ブラックの特徴なんですけれども、それでもやっぱりね、黒がいいかなと思いますね。ただパールホワイト、オプション色で多少高くはなるかもしれないんですけれども、汚れがね、目立ちにくい、そういう色ですね。あと海外受けももしかしたらパールホワイトの方がね、いいかもしれません。地域にもよるんですけれどもね。うちの場合なんか車庫、カーポートがないのでね、本当野ざらしなのですぐにね、汚れてしまうので、その点本当気になるとこなんですけれども、次期ね、40のアルファードベルファイア、注文するときはね、本体、車両本体のボディ色なんですけれども、黒をね、選ぼうと思ってます。そして選択するグレードの方なんですけれども、こちらの車は 2.5 の Z、エアロのベースグレードなんですが、次ね、40を購入するときはちょっと輸出とかね、リセールの方を意識して、ベルファイアでいうところのね、 ZG エディション、そしてアルファードの SC パッケージ、それに相当するグレードをね、選択しようと思います。価格の方なんですけどね、ベルファイアはすでに ZG エディション販売が中止されているので、トヨタのホームページでアルファードのね、 SC パッケージの車体の価格を見たんですが、468万でしたね。そんなんで、次期出てくるであろう、そのアルベルのね、SC パッケージに相当する車の新車価格なんですけど、あくまでね、これ私の予想に過ぎないんですけど、おそらくプラス30ぐらいで、ちょっとね、500前後になるんじゃないかなと思ってます。あとエンジンと駆動系なんですけれども、やはりこれはね、今の車と同じく 2.5 のガソリンの FF ですね、四駆にしたり、あとハイブリッドはね、考えておりません。私の妻はね、静かな感じでね、ハイブリッドがいいなんて言うんですけれども、おそらくね、相当お高いものに、ね、なるんじゃないかなっていうところですね。あとやっぱ群馬ですとね、四駆はそれほど必要じゃない。あとうちにもう一台四駆の車があるので、何かあればそっちを使えばいいだけなので、ガソリン 2.5 のね、肉を選択します。30から40への価格の上昇を約30万とちょっと安く見積もってるんですけれども、現行タイプのね、完成度が高いから、あと付け加えるところといってもね、結構限定的になると思うんですよね。オプションのものがね、標準になったりとか、あと最近ちょっと気になるのはね、原材料費の高騰なんかもあるので、もしかしたらね、もうちょっといっちゃうかもしれないんですけれども、買う側としてはね、あまり上がってほしくないなっていう、希望を込めて、30万ぐらいで収まってほしいなという、そういう予測です。そして装備に関するところなんですけども、車体の、価格が上がるということで、ついてほしい、希望ですけれどもね、欲しい装備があるんですけれども、それはこのステアリングが電動でね、動くやつですね。電動チルト&テレスコピックステアリングっていうんですかね、それがついてほしいなっていうところですね。車格的にやっぱりSC パッケージぐらいであればね、それが電動で動いてくれれば、この車はね、Z なので、パワーシートではないんですけれども、メモリシートがついていれば、乗り降りするときにシートが下がって、あとハンドルが上がるみたいなね、そういう風になってくれれば非常に便利かなと思います。以前にランクルの300を試乗したときに、乗り降りする際に動いたので、おお、これはやっぱいいなっていう風にね、思ったんですよね。
うちなんかも私と妻では結構体格差があるので全然シートの、ね、位置が違うので、まあ、そういったところに、ね、ちょっとした煩わしさですけどね、まあ、解消されるのでついてくれればなと思ってます。そして選択するオプションなんですけれども、まずはやっぱりツインムーンルーフですね。この車つけなかったんで非常に後悔はしてるんですけれども、まあ、ここにねツインムーンルーフがあればあのスイッチがついてくると思います。こっちは多分ねパワーバックドアだと思うんですけれどもね、まあ、SC パッケージであればねパワーバックドア標準装備されてるんでね、まあ、この辺のスイッチすべてちゃんと埋めていきたいなっていうところですね。あとは、まあ、お決まりなんですけれどもね、デジタルインナーミラー、そして、まあ、スペアタイヤですかね。一応海外仕様を意識したというところでその辺のね三種の神器はつけていこうかなと。まあ、スペアタイヤはそんな高いものじゃないですからね、まあ、ただデジタルインナーミラーと、ツインムーンルーフで、ね、多分20万ぐらいはいくかなと思うんですけれども、まあ、その辺はね、必ずつけていこうと思います。あとはパノラミックですね、つけるとすれば90のノア僕試乗して思ったんですけど、まあ、低速で走ってるとき全周囲をねきちんと、見えるようにしてくれてるので、あれは非常に便利だと思います。ある一定速でね走り出せば画面が切り替わる、まあ、そんな仕様になってますんで、いろいろね設定は多分変えられると思うんですけれども、まあ、パノラミックはね絶対つけていこうと思ってます。ただねあれ単体で多分つけられないですよね、きっとね。おそらくなんですけど、ディスプレイオーディオのなんかナビキットとなんかセットで販売されそうなんですけど、まあ、いくらになるかがねちょっとわかんないですね。確かねノアボクシーの場合はパノラミックとなんかナビでなんか20万ぐらいだったような気がするんですけど、違ってたらすいません。まあ、それぐらいでね、アルファードベルファイアもね、パノラミックが付けられたらいいなとは思ってます。あとはナビゲーションなんですけれども、 T コネクトとかいろいろありますけどね、その辺、まあ、正直なところなくてもいいかななんて最近思ってますね。まあ、なぜかというとうち本当出ないんですよね。群馬県から出ることが少ないで、正直ねスマホでもいいかなぐらいなんですよね、ナビの機能とすれば。まあ、そうすればねわざわざ高いのつけなくてもいいかなっていうふうにも思います。あとは機能をね開放するだけになってると思うんで、おそらく必要と思ったらね後からつけるっていうのもね可能だと思うんですよね。まあ、そんなわけでねナビ機能の方はあまり重視してないですね。あとはテレビ、まあ、その辺がね標準化されてれば嬉しいなと思います。で欲を言えばSD カードが入る場所があって、動画とかね音楽聴ければなと思うんですけれども、ただねちょっと必須なのが HDMI のね入力端子ですね。まあ、どこについてもいいんですけど、できればねグローブボックスの中に入ってスッキリ収まるとか、あとはセンターコンソールあたりですね、コンソールボックスに入ってくれればいいんですけれども、そのね HDMI の入力端子は絶対欲しい感じですね。まあ、なぜかというとFire TV スティックを使いたいからですね。でそれに、関連するところでやっぱり電源もできるだけ多く欲しいと思います、 USB と。まあ、ガソリン車なんでね多分 100V はそんなに容量の高いやつつけられないと思うんですけれども、まあできれば1列目2列目3列目すべてにね、まあ、USB が欲しいかなぐらいですね。まあ、なんだかんだで総額いくらになるかなんですけどもね、車体の価格をそうですね500前後と、まあ、見積もって、オプションですね、まずはそう必須のデジタルインナーミラーと、ツインムーンルーフ、あとスペアタイヤ、これを足して520万としますか。ちょっとね安く見ちゃってるかもしれないですけど、あとは、まあ、パノラミックなんですけど単体は多分不可ということで、そう、ナビゲーションとセットで、まあ、安ければ20万ぐらい、まあ、これもちょっとね安く見積もりすぎてるかもしれないですけどね。まあ、そうするとなんだかんだで、まあ、最低540万、まあ、先ほど言ってたHDMI とか、あとはね USB の充電を、まあ、追加してつけるとまたいくらかね加算されるかなと思うんですけど、まあ、ざっくりでね540万としますかね。で諸費用がちょっとはっきり私もね計算できないんですけど、まあ、30万、ほんとざっくりですね。そうするとなんだかんだで総額570万ですね。結構いきますね。まあ、装備もかなり充実してはいると思うんですけれども、まあ、570万で、あと値引きがいくらになるかなんですがね、まあ、この動画見ていただいてるね、ディーラーの営業の方がいらっしゃったらね、これぐらいだってのを教えていただけるとありがたいんですけれども、まあ、せいぜい20万ぐらいじゃないかな。出たての車ですからね、引く必要もないっていうのも多分あると思います。まあ、よくて30万はありえないですかね。どうでしょう、なんとなくね20万の線じゃないかなと思うんですけれどもね、20万から30万ということは、まあ、総支払いでね必要なのは540万ということになりますかね。
というわけで今回は私なりのね40アルファードベルファイアのね購入計画の方を動画でお伝えさせていただきました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。